皆さん、こんばんは。ビールデンドガビダニです。今回はですね、ちょっとお客さんをお呼びしてですね、特別企画ということで収録していきたいと思います。実はですね、7月7日、七夕にですね、まあ、皆さんの願い事を叶えますということで募集してですね、47件の願い事が届きました。で、その中でですね、まあ、最初3名の方は夢叶えますって、願い叶えますって言ってたんですけど、まあ、なんだかんだ選んでると結局6件になっちゃってですね、で、その中の1件でですね、まあ、今回ゲストに来ていただきました、南さんがですね、会社見学したいっていうことと、まあ、社長と喋りたいというポストをいただいたんですが、南さん実はですね、こう、当選から外れちゃったんですけど、せっかくね、私とお話ししてみたいっていうお声をいただきましたので、まあ、今回、まあ、動画も撮らせていただくということでですね、ご質問にね、お答えをしていくような会にできればなということで、今回、ゲストに、南さん来ていただきました。ということで、皆さん、こんにちは。こんにちは。お願いはしい、ま本日す。はよろしくお願いします。すいまおせん、願いしこんまな急なお願いで、突然インタビュー動画みたいになっちゃったんですけれども、僕が答えれることはもちろん僕答えるんですけど、ちょっと全部答えれないかもしれないなと思って心配だったんで、ちょっと染田を急遽連れてまいりました。田です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ、早速、ご質問の方に伺いたいなと思うんですが、どうでしょうはい、わかりか。ました。はい。じゃあ、最初の質問からはいいい、ですお願いか。しまはす。い。はい、どうぞどうぞ。はい。モンスターハンターとか、ドラゴンボールとかのコラボした、商品が今まであったと思うんですけど、今後のコラボのご予定はありますか？という質問です。なるほど。ありがとうございます。まあ、コラボですね。あるないで言うと、まあ、あるんですが、ちょっとまあ、なかなか一発目の質問からもじもじしちゃうんですけれども、まあ、大人の事情がたくさんあってですね、まあ、契約関係の大人の事情がたくさんあってですね、こうこうこうですっていうのが今言えないんですが、現状、今、コラボ関係で動いてるのは、4件 ?3 件 ?4 件だっけ？そうね。まだ確定してないのを含めると5件かどうかは。まあ、一応まあ、まだ契約には至ってないんだけど、動いてるのが5件あって、で、実際も動いてるのは3件かな？あります。まあ、ゲーム系のもののコラボが2件、アニメ系のコラボが1件っていう感じの、すいません、答えになってない答えしか今できないんですけど、まあ、コラボは進んでますと。で、まあ、なんでこんな5件も進んでるのかというとですね、まあ、コラボ1件着地させるのに、なんだか、まあ、例えば作るのにも数ヶ月かかるんですね。もちろん、最初、契約からスタートしてですね、で、まあ、パッケージこうしましょう、味こうしましょう、コンセプトこういうのでいきましょうとか、まあ、いろいろこう、情報交換しながらですね、店舗とね、やり取りするんですけど、まあ、そういうやり取りなんかも含めて考えるとですね、なんだかんだで1年ぐらいかかったりするんですよ。ビーレジェンドはやっぱ味で売ってるので、こっちがまず納得するも味を作って、で、先方に送って、だけどその先方がイメージしたのと違うとかって言われると、また全部やり直してとかっていうことを繰り返していくんで、今ももうその味はもう何往復もしてるんですけれども、で、まあ、先方もやっぱお忙しかったりしますので、なかなか今日渡して、今日飲んでもらってとかってもうできなかったりとか、いろんなことがあって、それでパッと決まらないのもあるんで、なんで、同時並行でやっぱり複数やっていかないと、なかなか出せなかったり、まあ出ないっていうのもあるしね、途中までやって、無理でしたっていうのもたくさんあるので、並行してそういうのはいつもいくつか動いてるっていう感じですかね。なんか全然聞きたいところの答えになってないかもしれないですけど、すいません。ありがとうございます。はい、そんな感じです。はい。二つ目の質じゃあ、お問願いします。はい。に、いつです。はい。その B レジェンド主催のフィットネスコンテストというか、まあ、例えば、なんだろうな、B レジェンドクラシックみたいな、そのフィットネスコンテストとかはやる予定ってあったりするんですよか。現状はないんですけはど、い。今、まあ、私自身が JBBF、奈良県フィットネス連盟の理事長をやってるんですね。で、まあ、実際その運営してるのが、まあ、うちのフィットネスのメンバーで運営してるの、プラス、近畿圏、大阪とか京都とか兵庫とか、まあ、こう近隣の連盟の方たちのサポートを受けながらやってるんですけど、まあ、実質だから、まあ、B レジェンドカップ的なところはあるかなって思うのが一つ。で、それもありながら、また別でそういうのもやりたいなっていうのは、もう何年も前からそんな話は出てるんですけど、まあ、実際なかなか運営が難しいのもあって、実現してないっていうのが実情ですね。今、ないし、やれてないんだけど、JBBF 主催の7連盟の大会が、まあ、それに近しいのかなというふうに考えてます。まあ、今度は7月21日に大会があるんですけれども、まあ、それがまさにその大会になるかなと思いますね。補足なんですけど、奈良県連盟が立ち上がった時、1年目、ビールレジェンドカップっていう冠でやって、優勝者とかにビールレジェンド1年分とかの大会はやってます。はい。プロテイン1年分。
すごいな。確かにそうだったね。初回は一応その冠で、どこも協賛していただく会社さんがなかったので、自作自演じゃないんですけど、B レジェンドカップとして 100% うち協賛で、で、優勝者にはプロテイン1年分ってやってやりましたね。各階級優勝者、ね。もうめっちゃ好評ですよ。まあ、またね、そういうのもさらにできればいいなと思いますけどね。はい。3つ目の質問、はい、お願いします。いいですか。はい。はい、あのスポーツ選手の方でスポンサードされてる方が、例えばブラジリアン柔術の方であったりとか、あとは、まあ、フィットネス系の競技であったりとか、たくさんいらっしゃると思うんですけど、あの新しいジャンルのスポーツでそのスポンサードの選手を増やす予定ってあるのかなっていう質問です。今のところ予定で言うと厳密に言うとないんですけど、はいはい、だけどやっぱりいろんな種目、いろんな競技の方からサポートしてほしいっていうお声掛けはいただいていて、はい、まあメジャー競技はもちろんのこと、マイナー競技の選手からも来てますし、はい、世界で活躍するような選手もいれば、まあローカルで活躍するような選手もいたりですね、本当にいろいろなんですけど、はい、ただなかなかですね、そのスポンサードする意味、意図、意義で言うとですね、はい、サポートすることで結果、販売促進というかですね、してもらえたらなっていうところが、まあ、結局、最終的には狙いはそこになるので、はい、だからやっぱりその、アマチュアの選手もいるわけなんですけど、プロとしてやっていくのであればですね、スポンサードを受けること自体もプロとして認識していただいているような方は、しっかり宣伝してくださるんですよ。要はその販売して売れて、まあ、その利益で結局サポートしてもらえるんだっていうことを認識していただいている意識のある選手の方はそうなんですけど、なんかこう、はもらえたらラッキーっていうだけの方もやっぱり中にはいらしてですね、そうなってくるとなかなかその方を2年目3年目と手厚くサポートしていくことっていうのはなかなかハードルが高くなってくるんですね。で、そういうことを考えるとですね、来るもの拒まず全部の方をサポートできるのかっていうとそういうわけではなくて、うん、まあ、いろんな角度からいろんなことを鑑みてですね、その方をサポートさせていただくことが、まあ、結果双方にとってですね、なんかプラスに働くのか、あるいは選手と我々メーカーというだけじゃなくてですね、例えば認知度アップとかプレイヤーの数を増やすとかですね、はい、だからそういうことにつながるといいなと思うんですけど、なんかそういうところを多角的に見てですね、みんなにとってプラスだなって思うジャンルにはこっちからアプローチさせてもらったりとか、あるいはお声掛けいただいたことにお受けしたりですね、してるんですけど、はい、全然やってないってわけではないんですけど、もうこの図でウェルカムでやってますっていう形でもないっていう感じですね、はい、なるほど。結構精査しながらそこは進めてますね、はい、はい。なんかビジネスの黒い部分も露骨に見えてるかもしれないですけど、でもまあそれもね、はい、ありがとうございます。はい、まあ、4つ目の質問になるんですけど、はい、鍵谷社長が今後その力を入れていきたい、まあ、ジャンルといいますか、うんうん、っていうのはあるんでしょうか。そうですね、ジャンルに関しては、まあ、はい、一つは今ビレジェンドに関してはですね、はい、まあ、元々そのボディービルダーとかパワーリフターとかそういうトップのスポーツニュートリションを必要としている人たちから始まって、はい、でそこからまあトップアスリート、はい、プロ野球選手とか J リーガーとかオリンピック選手とかそういうところからだん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 こう下ってきてですね、まあ、最近では本当にちょっとお腹が出てきたから腕立て伏せでもやろうかなっていうお父さんまでですね、はい、まあ、だんだん飲んでいただくようになりだしてですね、これからもそういう形でフィットネス人口の拡大とかですね、はい、あるいはその筋トレ自体があの健康増進に非常にいいものなので、はい、知ってもらいたいと。あと、まあ、昔はね、こう筋肉増強剤みたいなイメージを持たれた方も多くいらっしゃるんですけど、まあ、最近いろんな情報も出てきてですね、まあ、こう健康増進にいいものだと、要はタンパク質なんだっていう認知もいただき始めてるので、そういったところに向けてですね、健康増進の一助になれるような働きかけがしたいなと思ってます。で、このサプリメントはもちろんのことを、フィットネスを通じてですね、まあ、それだけじゃなくてですね、いろんな方とやりとり、お話をさせていただく中でですね、まあ、いろんなことをね、トライしてチャレンジしてやればできるんだよ、やればできる、やったらできたみたいなことを感じてもらいたいなっていうのが会社の背景としてあるので、まあ、そういうところにアプローチできるような事柄にですねタッチできればいいなっていうのは考えてますね。まあ、年配の方とかもそうですよね、健康寿命を伸ばすとか、はい、そういうところもそうですし、なんかそのトレーニングの良さとか健康増進の重要性みたいなところを、あるいはまあこう人生をより良くするために筋トレをぜひ取り組んでもらいたいとか、はい、まあ、そういうところをまあアプローチするようなことに取り組んでいきたいなっていうのは思いますね、はい、ありがとうございます。これが最後の質問になるんですけど、はい、まあ、ちょっと方向性としてはずれてしまうかもしれないんですけど、その自分が今起業を考えていて。おう、そうなんですね。あ、はい、だからしっかりしてるんですね。あ、なのかな、どうなんですか、うん、それで、まあ、大学の方でも学生中に起業して、うん、その、
まあ、うまくいってる、ね、学生起業しやすい方多いです、増えましたね。はい、で、その教授の方が授業に、まあ、その学生起業して、うん、今現在もうまくいっている方を呼んでくれたりとかしてお話を聞く機会が多かったりするんですけど、なるほど、簡単にいかなかった部分といいますか、その難しかった課題とかもたくさんあったと思うんですけど、うん、日本語でなんて言ったらいいんだろう、大変な英語でも OK です、はい、あるじゃないですか、この I learned it the hard way、 そのなんだろうな、ハウスミスですね、そうですね、アドバイスを受けて、うんうん、簡単に学ぶんじゃなくて自身の経験を通して、うん、そのまあ失敗を通り抜けつつ学んだことっていうのをちょっと、うん、まあそういうアドバイスといいますか、企業面でいただけたら嬉しいなと思ってます。企業に関しては、まあ本当私の場合はもうラッキーの連続で、もともとそのサラリーマン時代はテニスのコーチやってたんですね、はいはい、そのテニスで起業したいなと思ったんですけど、テニスクラブとテニスショップが併設した会社で働いてたんですよ、はい、昼間は学校営業回ってですね、まあテニス部に納品行ったりとかしてたんですね、はい、で夜はレッスンしてたんですね。で、独立しようと思ってテニスショップで独立すると、まあ、そこの社長とまあバッティングしちゃうじゃないですか、はい、だからまあその全く同じ仕事もなんかお世話になった社長のライバル、まあ、ライバルというかね、敵になっちゃうのも嫌だなと思ったんで、はい、何かまあ違う仕事はしたい、でもスポーツに関わることはしたい、で、まあ、そのメーカーから仕入れて割引をして商品を売るわけなんですけど、だけどそのあたりもメーカーにコントロールされちゃうから、やっぱりなかなか難しいとっていうのもあったりしてですね、なんか自分でオリジナルの商品をなんか作って売りたいと思ったんですね。テニスのコーチしてたっていうのもあったんで、その情報を、ハウトゥー、ノウハウを販売してる仕事をしてるんだなと思ったんですよ。で、そこでですね、初めて作った商品っていうのは、取引先のテニスの先生に、すごい強い先生たくさんいらしたんですけど、はい、その先生方の勝利の秘訣をインタビューして、当時カセットテープでインターネットで通販で販売したんですよ。で、それで儲かったお金で DVD 作ったりとか、はい、で、儲かったお金で野球とかサッカーとかに展開していって、で、また儲かったお金で、まあ、心技体じゃないですけど、その技術とかメンタルがそれで鍛えたから、今度はフィジカルだっていうことで、まあ、トレーニング DVD 出したりとか、はい、サプリメント出したりとか、で、あるいは実際にそれでトレーニングジムを始めたりとか、テニススクール始めたりとかっていうことを展開して、今に至るんですね。まずその、リスクが少なく小さく始められることをやってっていうことを自分なりに考えてやったんですけど、なかなかそこの答えに行き着く人が少ないようですよね。まあ、例えば今ね、学生企業でっていう視点で考えるとですね、まあ、例えばですけど、エンジェルとか VC から出資を受けてですね、こうシードの時からお金入れてもらってみたいな話もまあ耳にされることがあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、人のお金でやるとリスクはないけれども、やっぱり責任が出てきたり、あるいは制限が出てきたりするじゃないですか。はい、だけど、自分で銀行からお金借りてやったりすると、リスクは自分で 100% 負える。じゃないですか、はい、だけどもう一つ言うと、お金を借りると心理的ストレスもかかったりしますし、はい、まあ、リスクも増えるじゃないですか、はい、っていうところから僕は手持ちのお金2万円からスタートしたんですよ。だけどまあ今おかげさまでまあ100名以上のスタッフがいてっていうぐらいのビジネスにはなってるんですけど、小さく積み上げてちょっとずつ大きくしていく、でそれを自分が気持ちが折れないような集中して好きでできるようなジャンルに集中をする、であと大きなところで見ると物事の流れに身を委ねるっていうことが大事かなと思っていて、はい、っていうのは自分自身そのテニスを通じてスポーツで人生が変わったんで、スポーツは人の人生を変えるんだっていう前提があったんですね。で、そのスポーツの良さを知ってほしいっていうところで、さっきはそのカセットテープや DVD の事業を始めたんですよ。で、リスクを減らすためにそういうカセットテープとか DVD って原価低いじゃないですか、はい、だからそういったものをインターネット通販で売ると。で、今でこそ D2C なんていう言葉もありますけど、当時はそんな言葉もなかったので、サブスクとか SaaS とかいろんなそんな言葉も最近はありますけど、当時はそんなこともなかったので、わからないままやってたんですけど、ただどうすればリスクが低くうまくいくかな、で、そこにニーズはあるのかなっていうことを考えて、自分が逆の立場だったら欲しいなって思うものを提供する。そしてそれが小さなリスクで済むようにコツコツ積み上げていくっていうことを繰り返すだけなんですよ。はい。だからまあこれからもそういうふうにしていくんですけど、まあまあごめんなさい。何が言いたいかというとですね。はい。まあ学生の方たちはあまり背伸びをしてやりすぎると結局しんどくなっちゃうんで、まあ、自分のリスクやストレスを抱えられる範囲で取り組んでいただいて、
で、そこで注意してほしいことは、大きな流れをしっかり見てつかもうということと、自分が好きで楽しくて、これをやってたら寝る間も惜しんででもやり続けたいんだって思うようなことにチャレンジしてもらうことで継続することができるんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたり、まあ、流れと継続できる好きなことっていうこととリスクを小さくするっていう、まあ、その3つを大事にしてもらうといいんじゃないかなと思います。まあ、だいぶ長くなっちゃいましたね。ありがとうございます。そうか、企業考えてらっしゃるんですね。はい、企業を考える中で、はい、今までにないアイディアを出したいっていう風になっちゃうじゃないですか。うん、なのでそこでその、なんだろう、自分に必要以上にプレッシャーかけてたのかなっていうのは思いました。発明的なものっていうのは本当に稀にしか出てこないですし、まあほぼないですよね。はい、まあ本当、孫さんもそうじゃないですか。あの、起業されるときにこう、カセットテープ、ラジオっていうので2枚あってラジカセとか、なんかそういうのをやったっていうエピソードをよく聞きますけど、はい、そういうことと一緒で、なんか ありものをくっつけて新しいアイデアにするっていうことだと思うんですよ。例えばまあ、ライドシェアとかね、最近出てますけど、あれも結局、はい、昔からあったタクシーっていうものと、インターネットとかスマホとかっていう整ったインフラっていうものをミックスさせることで、あとその困りごと、タクシーのドライバーの数が少ないとかっていう困りごとっていうのをミックスさせたことで結果できたビジネスモデルで、今たまたま起こりうる可能性の出てきたビジネスモデルじゃないですか。だから そういうことを考えるとですね、その時に得たい結果、まあ、もしくは困りごとなんだろうっていうことをいろんな情報、デバイスとかタクシーとか運転手足りないとかっていうところからこうガチャンコしたら出てきたビジネスだと思うので、奇想天外奇天のものをポンとこう01で作っちゃおうというんじゃなくて、はい、なんかその辺にあるものを足していっぱいできるしあるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。あとまあゴールのサイズによりますよね。ああ、そうですね、うん、ゴールのサイズでなんだろう、1000億のビジネスにしたいのか、100億のビジネスにしたいのか、10億のビジネスにするのか、1億のビジネスにしたいのかっていうので、1桁億円ぐらいの売り上げのビジネスだったら、なんか、どんなことやってもなんか、頑張ればそれなりにいくと思うんですけど、100億とか1000億っていうビジネスにしようと思うと、ちょっとその辺はそれだけでは厳しいですよね。そうですね。うん、すごいですね。なんか そんな20歳の学生さんとこんな話ができるとはって感じです。まあ、うちの若い新卒のスタッフも、まあ、ソメダも横にいますけど、ソメダとこんな話できるのかなと思いました。でも、あれかもしれないです。その、今回の、その七夕企画に参加していただきたいってなったのも、なんか、学生だからみたいなのもあるかもしれないです。その、不安があるからこそ相談がしたいし、うん、なるほど。それが結局行動につながったので。ああ、なるほどね。はい。うん、不安で言うと、本当にそれで、僕もその独立するときに、そんな話を考えたときに、はい、まあ、独立だけじゃないんですけど、いろんなことを考えるときに、基準にしてることっていうのは、最悪のシチュエーションをイメージするんですよ。はい、最悪のシチュエーションをイメージして、その最悪のシチュエーションを受け入れられるかどうかっていうことを考えて、受け入れられるならば、別に大丈夫なんですよ。究極の最悪っていうと、まあ、自分が死ぬことだと思うんですよ。はい、もしくは、まあ、家族とか大事な方が死んじゃうとかっていうのがその次ぐらいか、はい、まあ、ひょっとしたら順番と人によっては全部逆かもしれないですけど、はい、まあ、その死ぬ死なないみたいなところが多分一番究極なんじゃないかなと思っていて、はい、デッドアライブでこの今の事柄を決めなさいみたいな選択ってなかなかないと思うんです。だけどそれをもう少し手前に来てですね、受け入れることができるのかどうか、死にはしないけど受け入れられないなと思ったらその選択はしちゃダメだろうし、はい、だけど受け入れられるなと思う範囲であれば、まあ、別にやりゃいいんですよね。受け入れられるんですから、うん、で受け入れられないんだったらそれはちょっとハードル高いっていうことだと思うし、うん、それだけですよね。出ました。ちょっと頑張ってみます。いいですね。母がビジネスオーナーといいますか社長で、まあ、自分で考えたそのアイディアとかをちょっと考えて、うん、そのどうやって利益を生み出すかとか、ニーズはどこなのかとか、課題は何なのかみたいな感じで全部まとめて、ドキュメント2枚分ぐらいにザーって書いて、母に見せて話したりするんですけど、やっぱりその話していく中で、あれこれ続かなくないかみたいななっちゃったりして、なのでその多分自分の中でハードルがどん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 上がっちゃってるのかもしれないので、いや、そのね、続かなくてもいいんですよ。確かにこう、はいはい、サステナビリティすごく大事で、はい、続くことっていうのは前提として考える、まあ、それ当然のことなんですけど、だけどピボットすればいいんですよ。言ってみればうちの会社でも結局ピボットしてるわけですよ。だから はい、さっきお伝えしたように最初はインタビューカセットテープから始まってるんですよ。だけどカセットテープなんてもう終わりじゃないですか。
もうその時点で CD になってましたしね、はい、カセットテープから CD や DVD にピボットしてるわけですよ、言ってみれば。でそこから実はスポーツだけだとなかなか冬場の売り上げが落ちちゃってたんで、僕その整体の資格とかも持ってたんで、整体の先生に向けてそういう整体の勉強をするような DVD を作ったりとかして、はいはい、っていうピボットの仕方もしてる。今度だからダブルワークで2つ行ってるんですよ、スポーツと整体、はい、そういうのを副業でもやってたし、自分もビジネスでやってたから、副業でやってた人が副業で進めるノウハウも持ってるわけですよね。今度、その副業をしようと思っているサラリーマンに対してのコンサルティングとかっていう3本目も作ったんですよ。それが、うまくいく、うまくいかないっていうところで全部グロスさせたんですけど、で結局、そっから DVD はもう今、YouTube もそうですし、スマホで動画見れる時代なんで、DVD 買ってっていう人ももうすごく減っちゃってですね、今だから DVD のコンテンツの方はもうだいぶシュリンクしてですね、逆にプロテインにスイッチしてとかですね。だから、つどつどこう、波乗りするというか、まあ、ピボットしながら、こう、スイッチしていくっていうことがあって、しかりなんで、はい、なんかその続かないなっていうのがあっても別にいいと思うんですね。だけど、その続かないなっていうところまでで、OK なレベルなのかどうかっていうのは、検討、検証する必要はあると思うんですけど。なるほど。だから実際ありましたよ。一昨年に閉じた事業があったんですけど、はい、それに関しても自分の中ではその10年は続かないビジネスモデルだと思ってたんで、本当数年の間に行けるところまでアクセル吹かしてって思ったんですけど、はい、でまあ結局それまた別の要因で結局閉じちゃったんですけど、そういうことはあっていいと思うんですよね。その若い頃に失敗を恐れずに行けよみたいな教授からもやること多いんですけど、そこら辺はどうですかね、その。いや、一つで言うと、さっき言った死ぬか死なないかが一つだと思うんですよ。はい、で、もう一つは、格好悪いか格好悪くないかだと思うんですよ。はいはいはい。例えば、いろんな知識、経験があるとですね、失敗すると、失敗したのって思われるんですけど、若いうちとか、経験がないうちって、失敗しても、なんで失敗したのとか、言われないじゃないですか。だからそういった意味では、そんな、まあ、プライドというか、そういうのはもう横に捨てた方がいいかなと思って。で、僕自身もやっぱテニスのコーチやってた時に、テニスのコーチやってるから勝って当然なんですよ。だからその辺の人よりも強いんですよ。強くて当然なんですよ。とはいえ、負けることもあるわけですよ。そしたら、あ、なんか、上谷コーチ負けたんだって、とかって、周りにやっぱ言われるわけですよ。もうそうなると緊張して次の大会とかも、例えば格下の選手に負けちゃったりとかね、同じぐらいのレベルだけど、これは絶対勝たないかとか思うわけですよ。だけど、別に誰もそんなこと考えてないですよね。だけど自分はそういうふうに思っちゃうでしょ、うん、だけどそこでやっぱり自分は当時まだまあ若かったのもあってプライドもあってそういうふうに思われるの嫌だっていうのがあって、もうその辺でもう試合も出なくなっちゃったんですよ。やっぱり負けるのも悔しいし、格好悪いし、周りにそういうふうに思われたり見たり、誰も思っても見てもないんですけど、まあちょっと言ってたりしてるもののそんな大した思ってないのに、それはね余計なプライドですよね。そんなのはなくていいのかな。わかりました。恐れずに行ってみようかと思います。じゃあちょっとすいません、だいぶ長いこといろいろ聞かせてもらいましたけれども、一旦じゃあ、 まあ収録このあたりで終わりにさせていただきたいと思います。はい、はい、動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆さん、お会いいたしましょう。さよなら。